チャオ、こんにちは。今日も美味しいパスタ作りの時間がやってまいりました。今日は喫茶店のナポリタンです。ゆで置きパスタをガンガン炒めちゃうに横浜発祥のパスタ、その歴史については後半でご紹介します。それではご視聴よろしくお願いします。さあ、今作ったナポリタンね、久しぶりだな。いただきます。まずはサルテ、あー美味しい。一応念のためタバスコも用意しました。
これこれ。これはうまい。タバスコで味変します。余談だけど、イタリア人って多分タバスコほとんど使わないと思います。ナポリタンもないけど、ね、うまい。さあ、はい、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。さて、このナポリタンね、もう小さい頃からみんな馴染みがあると思うんですけど、そもそもの発祥の場所はどこかというと、横浜のホテルニューグランドですよね。まあ、そこでアメリカ兵たちに作ったと、まあ、言われてますけども、実はその後同じ横浜の関内っていうちょっと離れたところね、横浜ニューグランドから少し離れたところのセンターグリルっていう店があるんですよ、2階建ての。そこが実は本当の発祥と言われてます。要するに、その横浜のホテルニューグランドのパスタをですね、もっともっと今風な感じ、今の喫茶店のナポリタンみたいに変化をさせたのが、そのセンターグリルっていう店らしいです。で、今日はそのセンターグリルで使っているパスタ、富山のね、工場で作られてるスパゲッチっていうんですけど、それを使って茹で置きして作りました。ただまあ、センターグリル僕も食べに行ったんですけども、僕的には少しもう少し好みが違ってて、まあ僕のやつはもっともっとこってりしている感じです。まあそういうのが好きな人もいるし、さらりとしたホテルニューグランドみたいな味の人もいますというわけで、ナポリタンはね、イタリアにはありません、あしからずということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。使ってる材料とか機材とかは動画概要欄に貼ってありますので、よかったら参照してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではもう、チャオチャオチャオ。